部隊、下越行進参加部隊を紹介いたします。連隊機とともに入場してきた指揮通信車と軽装甲機動車からなる車両部隊は、関越部隊指揮官第28普通科連隊副連隊長小野隆二二等陸佐と連隊幕僚です。続いて行進してまいりました部隊は、中隊長中尾明弘一等陸率いる第一普通科中隊です。担当隊区は江差町、上の国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、瀬田名町、今金町の7町です。中隊長車を先頭に6両の高機動車による行進です。続いて行進してまいりました部隊は、中隊長鳴井周平三等陸佐率いる第二普通科中隊です。担当隊区は北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七重町の一市五町です。中隊長車を先頭に6両の高機動車による行進です。行進してまいりました部隊は、中隊長土田誠一等陸尉率いる第三普通科中隊です。担当隊区は鹿部町、森町、八雲町、長万部町、島牧村、摂津町、黒松内町の6町1村です。中隊長車を先頭に6両の軽装甲機動車による行進です。行進してまいりました部隊は、中隊長若妻新一一等陸尉率いる本部管理中隊です。担当隊区は函館市です。中隊長車を先頭に偵察用オートバイ、軽装甲機動車、120ミリ迫撃砲牽引車、中距離多目的誘導弾、 WATC 除染車、人命救助システムを積載した大型車両。人命救助システムには人命救助に必要な各種機材が格納されています。続いて前進する大型車両は炊事車を牽引しています。炊事車は主食、副食、汁物の同時調理が可能で、最大200名分の食事を作ることができます。参りました車両は、真駒内駐屯地に所在しております第11偵察隊の87式偵察警戒車です。指揮官は第2小隊石膏陸曹水野義彦二等陸曹です。87式偵察警戒車は最大時速100キロの路上機動性を有し、偵察活動を実施します。更新してまいりました車両は、倶知安駐屯地に所在する対周艇対戦車隊の96式多目的誘導弾システム、通称 MPMS です。
官は第二小隊分隊長太田健司三等陸曹です。 MPMS は敵の襲撃や戦車を撃破する全国でも数少ない部隊の一つです。最後に更新してまいりました部隊は小隊長田中正俊一等陸率いる第11後方支援隊第2整備中隊第3普通科直接支援小隊です。第3普通科直接支援小隊は重レッカーや各種部品を保管している大型車などを保有し、機材の整備や車両の修理点検を実施している部隊です。